回の展示の、タイトルとそれをこう匂わせるというか思わせるそこ、まあ、未来の美的身体についてというタイトルがついてるんですけども、それをこう何かこうイメージさせるような大きな写真、しかも背景で白く、背中の背後で白黒のものと、あとレントゲンが2つ並んでいるんですね。でこれは今回の全体の未来の美的身体の何でしょう、ゴールになるようなビジョンがここにはまず入り口、最初に入ったところに見えてくる壁になっていて、ただ動線的にはこっちの向かい側の方から入ってくるってなると、説明的にはなるんですけれども、未来の美的身体、まあ、未来の美的価値っていうものがどういう位置づけにあるかっていうところのリサーチを、このドローイング、こちら側の入り口入って、左側の壁に作品を展示してます。漠然と考えていても妄想でしかないので、なるべく科学的根拠を含ませたいと思っていて、こちらの入ってすぐのところに地球の赤くなった地球の絵が描いてあるんですけれども、はい、それはその NASA のウェブページなどとか資料からサーモグラフィーで、はい、地球上の気温と水面の、はい、海水か海水温度が上がっているという記録を絵にしています、はいはい、まあ、そういった未来の環境の中で美の価値がじゃあどうなっていくかっていうのを次の、隣の絵に大きく書いてあるんですけども、それはその何でしょう、アフリカのディン家族という、はい、北アフリカの背のすごい高い、そうですね、いるそのディン家族という背の高い民族をイメージして書いているものもあるんですけども、要はその彼らってすごく身長が高くてボディフォルムが細長いんですね。彼らの中には NBA 選手が出ていたり、パリコレモデルが出ていたりするディン家族という人たちを、未来の美的身体のミューズというかモデルにしていて、一種のそれが一つの過程ですよね。そうなんです、で彼らのその細長いボディフォルムっていうのは表体面積が広いので、気温が高い場所でも体温のコントロールができるのではないかっていう見解というか、なるほど、やっぱり食べ物が取りづらくなる環境になったり気温が高くなるっていろいろ問題が生じると思うんですが、やっぱり体温のコントロールが一番大きい生命として生きながらえる上で結構大事なんではないかなと私なりに考えていて、まずそこを維持する、維持しやすいボディフォルムっていうのを模索した時に、その北アフリカに暮らしているディン家族というのが、すごく腑に落ちるというか、未来の身体のイメージにこうミックスフィットするなっていうふうに思って、彼らの身体フォルムと、あと彼らがその生息している北アフリカの地図と、でまた人類が渡ってった、大陸を渡ってったっていうものを書いています。まあ、そういったその導入的な絵画が入り口に入って、そこから今回の未来の身体を作るためのギプスたちが、各パーツごとに展開されているというところで、角郎家さん、はい、今回の展覧会の中でご来場いただいている皆さんが最も長い時間まじまじと見つめているのがこの足の作品なんですけれども、この作品についてご説明いただいてよろしいですか。はい、こちらの作品はプリマレックスという作品でして、足を、細く引き締める、ギプスになります。で、基本的イメージとしては、かかとについていたピンヒールをつま先に移動させて、まあ、究極な、プリマドンナのような、足を形成する作品になっています。でこの造形のイメージとしては、今こちらに手元に持っている中国の天足であったり、あとこちらにある、トーシューズを元に制作した造形作品なんですけれども、トーシューズやこういった転足といった、まあ、足に負荷をかける、ものから着想しています。で、制作の過程としては、まあ、こういった資料からインスピレーションを受けてイメージ造形を作り、
でそこの後に、手書きで図面を描きまして、でそれを手書きのイメージドローイングや図面をもとに 3D で、図面を起こして、その 3D のデータをもとにマスター原型を作って、こういった、造形作品を作っています。でこれ自体も、実際身につけることができるものになっているので、実際身につけて写真作品として、着地させているというようなもので、ここのエリア全体がこのプリマレックスの、作品の何でしょう、制作の流れと、まあ、全体のイメージを伝えられるような空間になっています。